はい、どうもフランクです、いつも動画のご視聴ありがとうございます。で、転職貧乏の実態ではなく、今回ね、前にね、企画してたやつ、なんだっけ、そう、元生活保護家庭の、実態ということで、それ、まあ、2000人ぐらい行ってからアップしようかなと思ったんですけど、まあ、2000人に行くのにね、相当時間かかるし、そろそろじゃあアップしちゃおうかなと思って、今回からね、アップします。で、それで今回第1回目です。全部で3回前後で、まあ、アップしようと思うんですけど、まあ、元生活保護家庭の、ね、実態、最初からね、生活保護のことに行くのだと、まあ、面白くないしすぐ終わっちゃうと思うんで、僕がですね、小さかった頃、子供の頃ですね、大体少年時代って言った方がいいか、小学生、中学生あたりの頃の、生活環境、そちらからね、まあ、紹介していこうかなと、紹介というかトークしていこうかなと思います。まあ、ちょっと長くなっちゃうんですけど、まあ、保護を受ける前の話になるんですね、これは。そうだな、まあ、どういう生活環境だったかというと、まあ、小学校から中学校まで話します。小学校の時、父ちゃん側の、実家に住んでいました。で、母ちゃんの方の実家ね、福島なんですけど、父ちゃんの方の実家は千葉で、まあ、父ちゃん側の実家に住んでました。なんだろう、昔ながらの田舎風の教えというか、まあ、そんな感じのあれでしたね。で、まあ、生活環境を言っていくと、普通の家庭よりは、お金があったと思います。裕福だと思います、最初の段階はね。なぜかというと、父ちゃん側のね、親、まあ、僕から見たらじいちゃんばあちゃんに当たるんですけど、花屋を経営してました。花屋って言っても普通の花屋じゃなくて、主に蘭っていうなんか花、まあ、中国蘭とか、そういうようなやつよくわかんないけど、まあ、蘭っていう花をね、販売してるような感じで、まあ、そういうのを育てたりとか肥料を作ったりとか、なんかいろいろなことやってるんですよ、蘭専門で。で、それね、結構ね、昔は景気良かった時は売れたそうで、まあ、売り上げも良かったと。で、裕福な何感じだったんですよね。で、まあ、そっからね、一気にね、落ちるわけですよ。で、まあ、どんな感じだったかというと、どんな感じで落ちたかというと、父ちゃんなんですけど、父ちゃんはまあ20歳の時ぐらい、20歳前半とかは、確かね、立派なね、営業マンだったみたいです。もう周りからね、すごい評判の高かった、まあ、エリートの営業マン。で、仕事をいっぱい取ってきてね、なんか会社にもプラスの、環境、なんていうかな、環境というかね、まあ、会社にもプラスのなんか利益というか、仕事を取ってくると、まあ、そんな感じで、結構エリートだったそうです、営業マンとして。で、ある時になんか大きな仕事を取ってきて、それがもう何千万とかっていうようなクラスの、利益に出るような仕事を取ってきたそうなんですけど、で、それでうまく契約したんですよね。で、それで相手側がね、そのお金を払わなかったと。それで会社側が欠損したみたいなことになって、まあ、その金額を払えよみたいな感じで、言われて、父ちゃんが払う羽目になったとらしいです。で、そういったような環境で、もう一個もあったのが、それで困ってる段階で、まあ、転職してて、たまたまね、また拾ってもらったそうなんです。それがまあ、ヤクザ絡みなのかな、社会の人。まあ、僕の父ちゃんはね、結構東北の方行っても千葉の方行っても、そういう裏の人とのつながりが多い仕事をしてますんで、そういう関係の
ちゃんもね、ひどかったっすね。ほぼ毎日のようにゴルフばっかし行ってました、その会社の社長と。まあ、要するにその入った会社のお金を2人で使って遊び歩いてるような感じで、最後会社が借金して、でその借金を背負うようになった父ちゃんみたいなね。まあ結局借金がどん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 重なっていって、まあ700万ぐらいになったと。で普通に働いてもその700万が返せないから、まあ会社経営して借金返済するって話になったらしく、あちこちからお金を借りて、まあ1000万会社を建てるのに借りたと。それでその段階で1700万ぐらいに跳ね上がって、でそこからまあいろいろとね、会社してるうちに借金とかね、いろいろ増えてきて、最終的に借金が5、6千万まで跳ね上がり、もう完璧に返済できないふうになっちゃうんですけど、でそこからまあいろいろとあって保護の方に移動するんですけど、まあそれはまた次の機会に話したいと思います。まあそんな感じですね、父ちゃんの感じは。で要するに、まあ、さっき言った通り、どん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 ね、借金が増えていって、で自分の生活にも影響してくるなるんですけど、まあ、父ちゃんが、そのね、会社を作ったあたりぐらいから、僕自身のね、苦しみが始まったんですよ。まあ、父ちゃんがね、まあ、会社作って、出だしはいい感じでいったのかな、分かんないけど、だけど途中からだんだん悪化してきて、で最終的に、まあ、何に困ったかというと、食費ですね。父ちゃんが、まあ、母ちゃんに食費を渡してくれなくて、まあ、僕らはね、ご飯食べられない状態になってしまいました。下の子とかね、まだいなかったんですけど、その時はだいたい3番目とかもいたかな。だから5人家族とじいちゃんばあちゃんぐらいいたから、あ、ちょっとこっち行こうかな。おばあちゃんいたからね、7人家族みたいな感じかな。父ちゃんの兄弟の方がみんな出ちゃってるんで、まあ7人家族みたいな感じで、その7人で飯を食う時もあれば、まあ別れてくる時もある。まあじいちゃんばあちゃんと一緒に食う期間もあったけどじいちゃんばあちゃんとは別で食う期間もあったね。で、まあ、とりあえずあの時はね、金がピークでなかった時はね、じいちゃんばあちゃんはね、こっちのことね、なんか全然面倒見てくれなかったんで、まあ5人の状態で食費をやってて、で、トムちゃんがね、まあやっぱ全然お金があったとしても自分でなんか遊び歩くような感じ、まあキャバクラ行ったりパチンコ行ったり、ね、いろんなことしてて、会社のお金とかを使ってまで、まあ遊び歩くとかして、もうとんでもないことになってしまったんですよね。で、それでまあ、母ちゃんが父ちゃんの方に食費くれって言うと、父ちゃんは怒るわけですよ。で、父ちゃんがなんていうのかな、怒ったんだけど食費はくれるんですよね。まあ、1週間で2000円、1週間で2000円で、5人の食費を やりくりする。で、それで父ちゃん帰ってきて、食費をなんていうの、次2000円しかあげてないのに、まあ、飯作れっていうわけですよ。だから冷蔵庫の中もすっからかんで、か父ちゃんもそれで飯ないとまだ切れると。2000円で5人やりくりってね、結構ね難しいんですよ。でね、あとは何かあったかな。そうだな、まあ要するに、なんだ、4週間だから1ヶ月の食費が8000円で5人でやりくりするような感じか。まあそんなような状態で、厳しい状態を迎えた時もありましたね。それがピークの時で、その時にまあ
8000円の5人でやりくりする、まあ、そんな環境の時に、食べてたものなんですけど、やっぱりね冷蔵庫がねすっからかになるわけですよ本当に。でね、なんだろう、あん時食ってたのは賞味期限が近い感じの食パン8枚切りのやつ、スーパーとかに売ってるんですけどね、それが80何円とかね70何円とかで売ってるようなとこ時があるんですよね。でそういうのを大量に買ってきて、まあ、食べるような感じ。やっぱね米とかもね、まあ田舎だったんで収穫時期があって、収穫時期とかだったら米はね家の取った米、作れた米でやっていくんですけど、もうそれがない時は米は買いに行かないといけないんで、で米買うお金がない時はだいたい食パン8枚切りを買ってきて、みんなでチミチミ食う感じの生活が多かったですね。一回 U ターンするか。でまあジャム、それとね、まあ、いちごジャムつけることが多かったかな。安いいちごジャム買ってきて、いちごジャムつけることが多かった。ピーナッツバターとかもあったから、まあ、基本的におかずとかないからもう全部ジャム系、いちごジャム、安いじゃん、いちごジャムがメインになってるかな。食パンで、それはねまだね良かったんだけど、まだまだもっとねひどい時は、食パンすらない時はねマジでやばかったっていうのがあって、隣がパン屋だったんですけど、なんか無料でもらえる食パンの耳とかああいうのもらってきて、パンの耳を食べるようなぐらいまで落ちましたね。でそのパンの耳、まあそのまま食うこともあったんですけど、さすがにそれはまあ母ちゃんもかわいそうだと思ったんじゃないですか。少しね工夫をしてくれて、パンの耳をね油で揚げてくれてね、砂糖もまぶしてそれをね食わせてくれましたね。まあラスクみたいな感じなのかな、食パンの耳で。そんなこともあったし、で本当に食うもんなかった時はおしゃぶり昆布みたいな感じで、だし昆布のでかいのを加えてた時もありましたよ、うん、本当にね金がなかったあの時は。で環境的にはね本当に苦しくて、まあ、山に囲まれたような地域でありまして、夏は暑い、冬は寒いで、まあ、凍死するようなレベルですね。もう家の中でも息が白い感じ、はははは。でね、まあ前のお家ね、なんかホットカーペットとか、なんか電気ストーブとか、なんかそういう暖房あるじゃないですか。そういうのいっぱいみんなあるとは思うんですけど、僕ねやっぱ田舎で貧乏まで落ちたんで、まあ、そんなものがあるわけなく、石油ストーブを使ってましたね。でも石油ストーブも。いいんだよね、夜間とかに水入れてお湯沸かせるから。だけど石油ストーブも最終的に金がなくて、灯油代が無駄だって話になりまして、石油ストーブね諦めて、一番ひどかった時はピークで火鉢、火鉢っても分かんないかな、まあ、具体的になんか正式的なものをね僕も把握してないんですけど、まあ、火鉢大きめの鉢に、なんか壺ではないですよね、鉢ですよね、鉢に、何砂じゃないよな、あれ灰か、灰みたいな、なんか灰色のものがねいっぱい入ってて、でその上に黒い炭を乗っけて、でなんか炭に火をつけて、なんか炭火みたいな感じの火鉢、それでなんか段取りしてるみたいな感じだから、なんか最近のお家みたいなその暖房器具もないし、その石油ストーブも使えなくなったから、その火鉢あるだけで、まあ、多少はマシだけど、火鉢使ったって昔ながらの家でちょっと広いんで全然温まらないってね、火鉢じゃ。あとね火鉢だとその炭の匂いがね結構いいにね部屋中ね充満してしまって、なんて言うんだろう、じゃだいぶね炭臭くなる。服
とかはねちょくちょく買ってもらってたけど、なんとかだけど、服とかもお下がりもちょくちょくありましたね。あとはね、生活環境的にはね、ほんと田舎だったんで、すごい古いな、なんて言うんだろう、あれなんて言うんだろう、わかんないな。昔ながらのストーブもあった、まあ、石油ストーブの前のレベルのストーブもあった。温室とか、まあ、花屋や経営店で温室とかにあったやつなんですけども、まあ、温室に煙突が2本ぐらいついてて、まあ、1箇所2箇所、まあ、前と後ろの方に、火を起こすところがありまして、なんだろう、昔ながらのストーブ、煙突付きので、そこをね、面白いことにね、薪を入れるんですよ。薪入れて、まあ、新聞紙とかチラシとかを入れて、まあ、火を起こしてみたいな感じの、そういうようなストーブもありましたね。で、生活環境でもう一個面白いのがあったのが、お風呂のお湯で、僕のところね、ガスがね、繋がってなかったんですよ、お風呂のお湯のあれは。だから、お風呂のお湯も、薪を入れて、火をつけてね、沸かすような感じの生活してました。倉庫がありまして、倉庫のところになんか釜があるんですよね。で、そこも煙突つくっついてて、で、そこの倉庫のところで、釜のところで、薪入れて、新聞紙入れて火を起こし、で、火を起こして火が出ると、なんかそこでなんか水が温められて、お風呂になんかお湯が行くような感じので、水はね、井戸水、まあ、そんな感じですかね。非常にやばかった、生活は。お風呂がね、薪っていうのはびっくり、ね、で、中学生ぐらいの時になって初めてそのお風呂のお湯をガスで沸かすっていうのを知ったんですよ。実はもう周りのお家そんなの復旧してたんだよね。でも僕はね、本当田舎育ちなんでそんなの知らなくて、中学校になって初めてお風呂のお湯がガスで沸くんだみたいなね、びっくりしましたね。快適だって。あとほら、最近のなんかお風呂が沸きましたとかさ言うじゃん、そういうアナウンスもあったんで、もうびっくりですよ。快適になりました、本当に。あの時はまあそんなことね、覚えてます。で、あとね、まあ、生活環境で、まあ、パンの耳食ってたとかって話もしましたけど、それすらね、ない時ね、どうすればいいかというとね、あれもあった、田舎なんで庭とかにね、柿があったりとかさ、金柑あったりとか桑の実があったりとかいろいろあるわけですよ。なんで、まあそういうのをね、ちょっとずつね食べてたこともあった。あまり食いすぎると怒られちゃうからね。秋はね、良かったね。お腹空いて食べるものなかったら柿を食べるような感じ、庭にあったってこともしてました。あったわけですよ、まあ、お客さん用ですね。お客さん用の、まあ、お菓子、まあ、それをねつまみ食いするしかなかったって時もありました。じいちゃんばあちゃんいない時にパパって言って、食べるもんないからそれをつまみ食いしてバレない程度に、バレると怒られます、食べ過ぎるとね。しかもほんとね、食べるもんがねなかった。だって5人で1週間で2,000円、まあ月で8000円の食費なんて無理であって、まあ、父ちゃんも金くれないし、まあ、実際父ちゃん金握ってたって一切家にお金を入れない方の人間だったんで、まあ、相当ね恨んでます。まあ、とりあえずこれが僕自身のなんかその少年時代の
貧乏だったわけですよ。食べるものがないとかってあまり本当にひどい親だったから父ちゃんはそういった面ではね、まあ、ちょろっとね前に聞いたことあったんだけど、お金を取るのか家族を取るのかって聞いた話をしたら、聞いたらまあお金だって言ったんで、まあ家族も全然で見てないよね。今回はね、元なんだっけ生活保護家庭の、実態の最初のね、そこに行くまでの話でした。もうだいぶ長くなっちゃったんですけど、はい、ご視聴ありがとうございました。